平成19年度天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会は2007年度に開催された天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会。男子433チーム、女子412チームが参加した。2007年4月8日の高知県を皮切りに7月まで行われた各都道府県予選及び8月から10月の ブロック予選により勝ち進んだ男子16チーム女子14チームと V プレミアリーグのうち女子2チームによるセミファイナルラウンド1回戦までを各地で行い V プレミアリーグ男子8チームと女子の残り8チームの参加する同2回戦からファイナルラウンドまでを2008年1月に川崎市とドロきアリーナで行った第1回目となるこの大会で男子は JT サンダーズが 酒井ブレイザーズとのフルセットでの接戦を制し、女子は、トーレアローズが、ミ光製薬スプリングスを3セットストレートで下して、それぞれ初代の覇者となった。セミファイナルラウンド1回戦セミファイナルラウンド2回戦セミファイナルラウンド3回戦ファイナルラウンド、準決勝ファイナルラウンド、決勝セミファイナルラウンド1回戦セミファイナルラウンド2回戦セミファイナルラウンド3回戦ファイナルラウンド、 準決勝ファイナルラウンド、決勝大会を公演する日本テレビ放送網が放映権を持ち、CS 放送局、日テレ G にて、ファイナルラウンドを中継。また月1回放送の、目指せ。アタックの1バレーボール天皇杯、皇后杯にて、大会のダイジェストを放送した。セミファイナルラウンド2回戦以降の会場が、日本テレビの放送エリアであるが、この時期は、 スポーツアナウンサーが箱根駅伝や全国高校サッカーの中継に関わっているため系列局のアナウンサーも参加した。ありがとうございます。